あやせよ、トーマインにな今回なんですけども、黒い砂漠ギルド、黒い不死鳥について話していきたいなと思います。このギルド昔からって多分皆さんも知っていると思うんだけども、今のギルド状況がどうなってるかね、多分分からない人もいるから、今回ね、ちょっとだけ話していきたいなと思うんですけども、まあね、この黒い不死鳥のギルドは、そもそもね、ちょっと前くらいまでかな、90人以上、100人近くね、いたギルドなんですよ。で、すっごい大手ギルド。黒い砂漠で言うんでもすごい大手の方の人数を持っていて、まあ拠点戦とかもね今でもまあ戦ってるっちゃ戦ってるんだけども、まあね戦っているギルドっていうところでね、多分ね当たったことが多い人が多いと思います。でこのギルドがね今ね90人とか100人近くいたのがもうどん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 落ち込んで今69人しかいないというところでね、今回ちょっと動画に取り上げようかなと思いました。でねこのギルドなんだけど、まあ知らない人のために簡潔に説明するとね、PK とかそういうのは基本的になしで、ボイス、電話とかそういうので戦略立ててやっていくっていうのもやっていませんよっていうギルド。うん、だからね、なんて言うんだろう、程よい距離感で話していける、やっていけるギルドなのかなって僕の中では思うんですけども、まあね、見た感じなんか YouTube の配信をやってるっぽくて、で、それでなんかギルド紹介も基本的に YouTube の方を見て、入るか入らないか決めてくださいみたいなところはあるんだよね。それで俺 YouTube の方見たんだけど、まあまず再生回数の方がね、あんまり良くはないよね。普通にギルド PV を作っていたら基本的にだよ、黒い砂漠のギルドのギルド PV に関して言うんだったら、まあどのギルドも万は超えるよね。1万回はだいたい超えるところだと思うんだよね。超えないギルドはほとんどないんじゃないって俺の中で思うんだけど、まあこのギルドはね、1回だけなのにもかかわらず、まあね、1000何回っていうところで、まあ俺の動画にもね、大した勝てないぐらいのやつかなって俺の中で思いました。俺の一番伸びてるやつよりはね。で、思うんだけども、まあこのギルドさ、言うてなんか戦闘系か戦闘系じゃないかはっきりしないじゃん。そこはまたね、分かりづらいかなって俺の中で思うね。昔からあるから分かるでしょう的な感じなところもあるよね。まあね、そう思わないように、思わせないようにっつって、そういう、なんていうの、ギルド PV とか作ってるかもしんないけど、正直面白くないから、それだったら作り直して、もうちょっとちゃんとしたやつ作った方がいいんじゃねって俺の中で思う。で、そうだね。あとなんか、このギルドに関して言うなら、目玉の人がいないよね。常にだけど、目玉の人がいない。これが欠点だと思う。例えばさ、なんだろうな、俺が取り上げてて優秀なところ、すごいところ、まあグランツか、グランツで言うんだったらマスターがもうカリスマだからな。とか、あとなんだろう、有名な人、ラビッシュ、ラビッシュでも微妙だからな、人的に。他なんだろうな、でもなんかさ、それなりに有名な人って言ったりするじゃん。もう俺が最近ちょっとね、そんな人のことを気にしていないっていうのはあるかもしれないけど、まあ優秀なプレイヤーっていうのがいてさ、なんか目玉的な人がさいないっていうのもさ事実だと思うんだよね、この黒い不死鳥に関して言うんだったら。東方だったら昔からずっとナイスガイが結構有名だったりとかさ、まあそれなりにいるんだけど、このギルドに関して言うんだったら、そういう目玉、ほら店でもさ、なんてさ、目玉商品があって来て他のものを買ってったりする人わけじゃん。だからスーパーとかだってさ、広告とかでさ、なんか安い魚とかさ、なんか安いから買いに来てみたいな感じで、でも結果的にその魚だけ買うわけじゃなくて、他のものもつまむじゃん。まあそれとね一緒だと思うんだよね。だからこのギルドに関して言うんだったら、目玉がない、だから落ちてくんだよっていうのをね、俺はね今回言いたかったっていう感じでした。ってな感じでね、今回なんですけども、まあね、黒い不死鳥落ちこぼれっていうね動画でした。ってな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。